どうも、せいじです。今日はですね、カヤックで初ポイントをね、打っていこうかなと思ってます。場所が、ちょっとこの橋を出て、ずっと川を登って、また戻ってくると。陸じゃない、ウェーディングではね、結構入ってたんですけど、カヤックではね、まだ未だ未開拓で、正直言ってね、全然釣れないですよね、ウェーディングしても。なんでね、ちょっとカヤックでもね、厳しいかもしれないですけど、まあ一匹は釣れるでしょうという期待を込めてちょっとやってみようと思います。さーて、まあおそらくここから川の始まりっていう感じですかね。終わりか、ここは。さあ打っていきましょう。ここからね、ずっと上がっていって、まあある程度のところでね、もう戻っていこうと思います。ちょうどいいんじゃないでしょうか。ちょっと浅いですね。何かあるのかな、下に。この辺だと釣れそうな気配がする。ここで一匹ね、取っておきたいですね。ここで一匹、まあいいですね、こういうところ。いかにもっていう感じで。おっしゃ、来た。おっしゃ、来た。来たぞ。待望の一匹目。欲しいところで一発来た。うわお、いいね。ちょっと岸から離して、うわ、引く。うわ、めっちゃ引くじゃん、これ。お、なんか変なとこ引っかかってる、これ。ちゃんと口かかってますね。来たね。おー、でかいじゃん。でかい、でかいぞ。うわ、でかい、でかい。綺麗だちな、これ。これこれ、でかい。よっしゃー。いやー、惜しいところで1匹来ましたね。よかった。後ろが追いかけてきた。追いかけてきてる。下。あ、そう、柿。柿棚があるじゃん、そこ。気をつけな。気をつけないと見えないだけでそこありますね。ここでかけると、中に潜られて切れると。それにパターンも。見えるでしょう。わ、結構見えん場所にあるな、これ。やめとくか。巻き込まれてラインブレイクするのがオチになってきたな、これ。この距離でも見えんぐらいし。なんかおったね、今。わ、見えない場所にある。これはやばいな。ここね、いるんすよ、地主バスがね。多分昔橋かなんかあったんじゃないかな。よっしゃ、いいとこ落ちた。来い、ドンドンドン。こんのかーい。こんか。マジか、マジか。お、なんか降りた、そこ。もうめっちゃ当たる、なんか。いい運動になりましたね。さあ打ってみましょう。出てこい、シーバス出てこい。おろおろおろ、下、下追いかけてきた。下追いかけてきた。くそったれが、食えよ。お、マイクロベイトが、マイクロベイトさんがすげえおるじゃん。これは
あるぞ。おお、来た来た来た、これ8ゴール系か。チルの反応がすごい。ほらほら、来た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 。めちゃくちゃ小さいシーバスだったな。8ゴール系な、今日は。おお、来た、追いかけてきた。今日はすごいね、ベイトがいるからか追いかけ方がいつもの感じじゃない。すげえ追いかけてくるね。食わんけど、食わんけど、すごい追いかけられる。うお、ちっちゃかったな今、一瞬針に当たったわ。ちょっと離れて、おい、食った、はい、食った、はい、食って食った。よっしゃ、ちっちゃいサイズでしたね。よしよし、今さっきの人にチナあげようかな。あっ、取れてしまった。またじゃな、人にあげようと思ったら逃がすシリーズ、逃がすパターンのやつじゃんこれ。お、めっちゃでかいシーバス越したい。ラインが緩んでどうなっているの。よっしゃ、あ、やばい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 、切れる切れる。もうすげえピンチだ。よっしゃ、取れた。この辺の釣り人にあげるか。おっしゃ、食った。待て、いや、バチッとくしゃ。おっしゃ、そう、引く。うわ、うわ、このまんま張ってみましょうか。一か八か、逃げたらしょうがないっていう感じで。あ、はい、あ、これで。いる？いらない？鈴木、いる？いらない？あげるよ。いらない？
はい。あ、これルアーですって。これいりますか？チヌチヌいる。おお、シーバスはいらんけどチヌいる。難しいやつだな。よいしょ。はい。えい。死ぬならオッケーで、スズキは不可っていうね。いやでも国際効率難しいですね。壁にチヌがついていてもおかしくなさそうな雰囲気。うんか、ちょっと来たんかい。どうもかい。おっしゃ、うわ、入れた、やっちまったな。来たぞ来たぞ来たぞ、来い。ピラピラのテスター。よいしょ。よいしょ。うお、やばいやばい。ピラピラのテスター。おお、また来た。